ところに正直で働き者のおじいさんとおばあさんが住んでおった。そして川を挟んでその隣に欲張りで怠け者のおじいさんとおばあさんが住んでおったそうな。ある日のこと、正直者のおじいさんが山へ木を切りに行くので、おばあさんは朝早く起きておじいさんのお弁当にと大きな焼きおむすびを2つ作りました。おじいさん、お弁当。ありがとうさん。気をつけて行ってくださいよ。分かってますよ。怖いウサギどん、そんなところにいたら危ないよ。ああ、やれやれ、もう一息じゃな。ああ、やれやれ、もうお昼か。どれどれ、おばあさんの作ったおいしいおむすびをいただきましょうか。ありゃ、おいおい、おむすび待ってくれ。おいおい、待て待て、おむすび待て。おじいさんがおむすびを追っかけてどんどん行くと、おむすびは大きな木の下の穴にころりんと入ってしまいました。あれ、ないぞ。大変だ。せっかくおばあさんに作ってもらったおむすびを。あ、どうしよう。ん？なんだ？すると不思議なことに、中から小さな可愛らしい声で歌が聞こえてきました。一体誰がおるのだろう。もう一つ転がしてみようかな。こうしておじいさんがもう一つ残りのおむすびを穴の中へ転がすと、またまた歌が聞こえてきました。わ、こりゃあいい。おじいさんがすっかり歌に夢中になっていますと、あっという間もなく一人でに体が丸くなって、コロ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 転がっていきました。わ、ここはどこじゃろう。おじいさん、ようこそいらっしゃいました。さっきおむすびコロリンって歌っておったのはお前さんたちかいの。はい、そうでちゅう。ではおじいさん、どうぞこちらへ。そしておじいさんがネズミの娘に案内されて行くと、ネズミのお父さんが出てきました。いらっしゃいませ。おじいさん、先ほどはおいしいおむすびありがとうございました。それでお礼をしようと思ってここまでお呼びしたのでございまっちゅ。どうぞごゆっくり遊んでいってくださいませ。ああ、そうかそうか。うわ、これはごちそうじゃ。おじいさん、今もち米がふけましたから、これから餅つき踊りをお目にかけまちゅ。ほう、それは楽しみじゃな。ぺったんぺったんかからとん、ねこごにゃったらどやすべな。かからとんかからとん、ぺったんぺったんかからとん、ねこごにゃったらどやすべな。カカラトン、ペタンペタン、カカラトン、ネコクニャンタラドヤスベナ、カカラトン、カカ
できましたよ。出来たてのきなこ餅をどうぞたくさん食べていってください。あ、これはうまい。ほっぺが落ちそうじゃ。きなこ餅をお腹いっぱい食べたおじいさんはネズミたちに穴の外まで送ってもらい、お土産までもらって大急ぎで家へ帰って行きました。まあおじいさん、ネズミにもらったお土産って何ですか？多分きなこ餅じゃろうな。おや、立派なお重だこと。うわっ、こまんじゃ、こまんじゃ、こまんじゃ、うわっ。おじいさん、あの隣の騒ぎはなんじゃ？おめえさんちょっくら醤油借りるふりして様子見てこいや。じいさんのやつ何やっとるんじゃ？お、その小判どうしただ？何でも山でネズミの穴におむすび二つ転がしたらこんなたくさん小判くれたってよ。え、本当か？どりゃ貸してみ。ここりゃ本物じゃ。はあ、早く来い。なんじゃそんなに急いで。なあじいさんよ、おむすびうんとこさ持っていけばうんとこさ小判がもらえるだよ。うん、そうじゃ、そうじゃ。そこで欲張りなおじいさんとおばあさんは夜も寝ないで背負いきれないほどのおむすびを作りました。ほら早く行けやじいさん、夜が明けちまうで。へえ、くたびれた。隣のじいさんが言ったネズミの穴っていうのは確かこの辺のはずじゃが、はは、当たった。この穴じゃな。どうでしょうね。おむすびコロリンで小判がザクザクか。待ってろよ。ほりほり、ほりほりほり、あー、めんどくせえ、いっぺんに入れちまえ。どうじゃ。聞こえた聞こえた。では次はわしの番じゃ。じいさんコロリンスットントン、おじいさんコロリンスットントンと。欲張りおじいさんは自分から無理やりネズミの穴に入り込んでネズミたちの家まで転がって行きました。おじいさんどうぞこちらへ。先ほどはおむすびをたくさんありがとうございました。後でお礼に踊りをお見せします。それはそうと、小判はどこじゃろう。なんじゃこれは。うわ、小判じゃ。そうじゃ、猫の真似してネズミどもが驚いた隙に。あの小判も。今のうち。あ、真っ暗。どうしたんじゃ。こりゃ。どこがどこだかわからんぞ。あ、いや、出口はどこ？何が出口だい。よくもみんなを騙したな。もう勘弁できん。助けて。うわあ、ばあさん助けてくれ。じいさん、おめえ、小判はどうしたんじゃい？
やめてくれ、小判どころじゃないわい。欲張りおじいさんはやっとネズミの穴から逃げて帰りましたが、よほどこたえたと見えて、それからはあまり欲をかかなくなったそうです。